はい、おまけネルです。じゃーん、ということで本日発売の新仮面ライダーチップスでございます。まあ普段僕ねこういった動画はやらないんですけれども、開封動画っていうのをねやってみたいと思います。ただこちらですね、まあちょっといろいろありまして、まず仮面ライダースナックっていうのがですね、まああのセット販売で3袋と、あとこのねカード48種類全部が詰まったね、まあ、セット販売が、カルビーマルシェさんの公式サイトで、2月6日の朝10時から販売開始という予定だったんですけど、僕もねアラームかけて朝10時からパソコンにねへばりついて、もうてかもう事前に会員登録も済ませてね見てたんですけども、全く繋がらない。結局それも販売中止になりまして、まあちょっとね雲行き怪しい中、こちら新仮面ライダーチップス買いに行ったらですね、もうファミマもないし、ローソンもないし、セブンイレブンもないし、3F もない。その後スーパー行ってマルエツもないし、声優もないし、イトーヨーカドーもなかったんですよ。どこ行ってもなくて、売ってんのと、こっちも販売中止なんじゃねえかなとかも思ったんだけど、セブンイレブンに聞いたらね、なんかね、明日7日の夜に入ってきて、その日の夜か次の日にはもう並んでると思いますみたいな感じだったので、で、いやでもどうしても今日発売だから欲しいということで探したら、イオンにありました。イオンです。皆さん、イオンにあります。イオンに行ったらめちゃくちゃありました。で、さすがに一箇所で、いっぱい買うの悪いかなと思ったんで、まあ何箇所かイオン回って、とりあえず20袋。で、この1袋につき2枚入ってるので、本日は40枚分の、このカードをですねもう一気に開封していきたいと思います。しかも新仮面ライダーチップスでねどんなのが入ってるか分かんない。多分復刻版とかでもないはずだから、多分新しいね、もしかしたら新仮面ライダーのやつも入ってるかもしれないし、ていうか何が入ってんだろうね、今更だけど、何が入ってんだか分かんないんですけれども、はい、これ取ると後ろにねラッキーカードが出たらカードホルダーをプレゼント、新仮面ライダーチップスカードホルダーカード収納ポケット数48ということでね、このラッキーカードが欲しいんですよ。もうちょっと早速いくか。シザーハンズ、ちょっとなんかヒカキンさんみたいな気持ちになるね、なんかね、俺の中のヒカキン。はい、いきます。あ、うん、はい、まず記念すべき最初、わ、やっぱそうだ、新化、当たり前か、当たり前だけど、これ新仮面ライダーの情報がもうすでにあるってことですね。うわ、これやばくない？僕だから普段どっちかというと考察とかね解説まとめ動画やってるんで、僕からするとこれかなり美味しいな。はい、まず1発目、八王具と刀。八王具は組織で一番の刀使いだ。え、待って、八王具刀使いなの？だから刀にはとてもこだわる。最近のお気に入りは体に悪い金属を溶かして叩いて丁寧に研いだ刀、八でいうところの毒針の役目を持つ恐ろしい毒刀なのだ。え、八王具は刀が毒針になってるらしいですね。これはもう先出しでいろんな情報が分かっちゃいますね。まだ見てないのに。続いてこちら36、ライダーのヘルメット。ライダーのヘルメットですね。仮面ライダーの秘密、ライダーのマスクをかぶれば戦う力がぐんと湧いてくる。だけど本郷は野生の獣のように暴れたりはしない。優しさを忘れることのない強い心を持っているからだ。体と心を鍛え抜いた者だけが本当のライダーになれるのだ。これはぜひ子供に買ってほしいね。子供向けに書かれた文章を大人が楽しむというひねくれた構造になっております。はい、じゃあもうどんどんいきますね。 ポテチで油が汚れた手で触りたくない。はい、2回目でもうかぶった。八王具と刀読んだよさっき、もうかぶったんだけど。続いて31、誕生第2号ライダー。本郷武史を狙う組織の刺客としてバッタの合成オーグメントにされた正義のジャーナリスト一文字隼人、とあるきっかけで、あ、やっぱりジャーナリスト設定ですよ。まさかのここで設定がバレるというですね、これ面白いですよ。戦うためだけの人を超えた力だが、その力があれば世の人々のために悪を蹴散らすことができる。頑張れ一文字隼人。いやー、かっこいいじゃん。すごいいいね、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 いいね。あー、もうまたかぶった。36、ライダーの秘密、またかぶったよ。危険なオーグメンテーション手術。人間と植物ではあまりにもかけ離れているから特に難しい。成功と失敗を重ね、今は昆虫が良いという声が強まっているというね。ぜひ皆さん自分の手でね、買っていただいて、その裏面を見るのもいいですね。はい、続いて、ダーン。あー、かっこいいね。かっこいい。
かっこいいねこれ。ラッキーカード、ラッキーカード、ラッキーカード。あー違う。わーかっこいい、この感じ。わーこの感じなんですよ、ライダーってこの感じがいいよね。サイクロの設計にはあの緑川博士なども関わっていた。これもまた新設定。組織のテストサーキットでは今サイクロンの量産化に向けた研究も行われているようだ。っていうことは、っていうことはって思ってる人も今いるんじゃないですか。まあそこら辺はまた後々ね。こういうシーンがあるんですかね。実際に映画にあるシーンなのかな。当たれ。はい、かぶってません。かっこいい仮面ライダーの秘密ナンバー22。うわかっこいい、かっこいいカード出ました。かぶりなし。これクモオーグとコウモリオーグが戦ってるよ。ほらクモオーグとコウモリオーグが戦ってる。初代のライダーチップスの感じに寄せてる感じがね、いいね。ルリコが捕まった、ルリコが捕まった。ラッキーカード。おすごい、ナンバー1、ナンバー32、仮面ライダー第2号の秘密。2人のライダーの合体技ってことはやっぱ2人で戦うんですね。2人のライダーが揃って戦うシーンも見れると。どんどん行こう、どんどん行こう。お、わ、ナンバー48が出ました。48ラストが出ました。お、ちょっと待って、うわー、これネタバレや、これネタバレなるで。ちょっとどうしよっかな。こんな開封動画でネタバレしたいですか。はいはい、はい、ネタバレです。ちょっと隠しとこうか、これ別動画でちょっと出しますわ。新キャストがまだ発表されてないキャストがもう映ってます。でまあまあびっくりしました。そうか、っていうかこの八王具もそうか、この八王具の人もまだ公表されてない人だ。え、誰だこれ。うわー、なるほど、これしれっとネタバレしてくわ。面白いことしますね。だから予告編を見る前に、情報出る前に、このライダーチップスですでに新しい情報設定が少しずつわかるっていうことになってる。これはめちゃくちゃ面白いプロモーションだ。誰なんだろう、このコウモリオーグとかも。そうか、まだ役者さん発表されてないから誰なんだろうな。わあかっこいいよ、かっこいい仮面ライダーの秘密43。いけ、待って、めちゃくちゃ変なカード出た。これですわ、23クモオーグの電話。もしもし、これは組織の大幹部から電話を取る訓練だ。ちょっと待って、こんな電話使う時代の設定なの。どういうこと、この電話スマホじゃない。もしかしてこれ歴史古いのかな。設定がね、現代でなんでこんな電話使うのってなるんで。かい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 、来ない。走れサイクロン号、ドン、八王具のアジトへ。見ている、この素足のハイレグショッカー構成員いる。うわ、あと10枚、あと10枚、いけるか。ラッキーカード。うわ、ライダーの黒いコートは10くらいの攻撃なら弾いてしまうが、これは布自体に工夫が施してある。特殊合金が編み込まれたルリコの特別性なのだ。ルリコが科学力があってやっぱ作ってるんですね。ルリコがライダーのコートを作ってるらしいですね。ん、ルリコは科学者なのか。では続いて、あーかぶりやん。本郷、ルリコ、緑川博士はショッカーと戦うことを誓った最初の3人だ。ということで、これが緑川博士だというのは確定しましたね。さあ、来るか。来るか、奇跡起こす男か。奇跡が来るタイプの男か。ん？手前から開けてたら最初に出たのか？ラッキーカードではない。ちょっとマジか。ラッキーカード、ラッキーカード、ラッキーカード。結構かぶんないですね。ラスト。いや、これで来たらめっちゃいいよね。これで来たらめっちゃいい。こい、こい、こい、ヒカキンパワー。ヒカキンパワー。ヒカキンパワー。ダメやん。ダメやん。ダメやん、出ないやん。はい、ということで、こちらかぶり6枚と、まあ、かぶらなかったのが36枚ほど。はい、当たることができました。で、なんとですね、これカード買ったら、このアプリで、ショッカーのアプリでこれ自体をこうコレクションできるようになってるんです。ちょっとやってみます。これを、お、すごい、ゲットということで、これ読み取るとアプリがこのカードを読み取ってくれて、このようにですね、見えますかね、このようにですね、アプリ上でコレクションできるようになってます。はい、
これ全部集めたら何かあったりしないかな。うわ、そうしたらゲームっぽくていいんですけどね。プレミアカードゲットみたいな、こうデジタル上でもいいからあったら超楽しいですね。ゲーム見たりめっちゃいいな。ちょっとラッキーカード当たるまで僕やるんで、全部コンプリートしてラッキーカードが当たったらその時はね、ちょっとまた動画にしたいと思いますので、お楽しみに。はい、以上です。面白かったら高評価チャンネル登録お願いいたします。またねー。